去年初めて会ったんだけど、なんかさ、その感じるんだよねなんかこう自然とのね、距離感というかさ、僕はほら、ここでずっと森とかも、まあ学生の時も森が好きで言っていたけれども、ウィルとその自然とのつながりっていうか、なんだろうな、関わり方ってどんなの？僕はなんかその感覚が近いような気がしてて、うん、あ、全然リズム合うなと思うんだけども、うん、それはどんな風な、こう今まで自然との付き合い方してきたのかなとすごく知りたいんだけど、パッと浮かぶ答えが常に変わってる、うん、付き合い方が、うんうんうん、で何との付き合い方があんま変わってないかっていうと、うん、多分そのコロコロ変わる自分との付き合い方なのかなって、うん、自分の自然体っていうものに一番好奇心持ってると思うから、うんうんうん、で自分がこう接する、うん、こう外の自然っていうのは、うん、自分らしさ、うんうん、その自然っていう中に宿る、うんうん、追求したいもの、うん、畑の作り方だったり、うん、建物のことだったり、うん、釜とか、うん、あのエネルギーの、うん、効率を考えるようなそういう仕組みだったり、うん、その中でどう自分がそれと接するかっていうところに、うんうん、いつも、うんうんうん、なんだよ、それ向き合って、そこなんか鏡みたいな場所、そうね、自分にとっての、うん、自分自身っていう自然の方が大事っていうか、うん、まあまあそれを見てると外の世界のそれがこう映ってるっていうのかな、そこにどう自分が関わるかってこと自体が自分自身であるかっていう、鏡っていうのが、鏡だね、それがすごくピンときた言葉なんだけど、うん、自分の農園一つとっても、うん、もうこの5、6年は、うん、あの農園を見ると鏡なの、うん、自分の中の、うんうんうん、例えば気分が悪い日とか、うんうん、ちょっと不安な日は、うん、農園見ても、うん、うまくいってないことばっかり見える。あ、そう、でそれって自分だってそういう、でもなんかいいものが見えてくると、うん、すごくなんか気分が良くなってくる、うん、農園の、同じ自分の作った庭なんだけど、変わってはいないけれども、見る気分によって全然見えてくるものが変わってくる、そこでの自分の時間の過ごし方とか、うん、まあでもそのガーデンも含めてさ、あとその場所作り、場作り、そのパーマカルチャーのさ、デザインのコースだったり、いろんなパワーデコとか若者集めるとか、場作りをしてきてると思うんだけど、なんかそれについて、なんかこうフィルのすごく大事にしてることって何かある？これからまあこのセンターも、まあ、あの釜を中心にして、うん、まあコミュニティというか場を作っていく、まあ場所になるんだろうけど、大事にしてること、そういう自分の場所を作る、まあみんなの場所を作る、どんなことを大事にしてるの？無理しなくていい、うん、っていう、うん、自分も無理しなくていいし、うん、来る人も無理しなくていいし、うん、でやっぱりやりたいことがちゃんと表現できる、うん、関わってる人がみんなやりたいことをして場ができていくのが、うん、それ大事にしてるかな、うん、で僕もやりたい時にやりたいことを、うん、そこに貢献するのが理想、うんうん、で基本的にあんまりやりたくないことだなと思うとやらないし、なるほど、うん、なんか人にやってもらうっていうよりも、うん、なんか来た人に 何したいかっていうのを一緒に探って、うん、それがみんながそれを少しずつできて、うん、ちょっとずつその場がその時の場が できてくるし、うんうんうん、その時の場がなんとなくできて、うん、みんなが去っていった時に、うん、その場がまたそれなりに変化してくる、うん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 、だからちょっとずつなんか
みんながそこを通過していくときにエネルギーを注入していく感じとか、何かに向けて場を作ってるっていうのは、うん、あの手放してるよね、うん、なんかゴールがあってこういう場所を目指してやろうっていうんじゃなくて、うん、やっぱり来た人たちのその今を大事にして、うん、それぞれのパーソナリティとやりたいことを大事にしてると、うん、みんながそのエネルギーをこう置いてくる、うん、でそれが一番最高のものを置いてくるので、うん、それが溜まってるんだね、多分その場所にね。で例えばさ、うん、お風呂一つにとっても、うんうん、あの6年間お風呂ができてないのよみんなお風呂入りたい入りたい、特に作業した後とか入りたいわけじゃん。お風呂作れよって話でしょ。でも作ってないの。やっとなんかこれだって作りたい風呂がまだそれと出会えてないから、はいはいはい、今も作り途中なんだけど、うん、結構作りたいのに向かって今作ってるのね、うん、でもそれも作りながらこう変化していくんだけど、うん、あの風呂できたらやばい風呂になると思う本当にだからあの作んなきゃだから作るっていう、はいはいはい、うんじゃなくて、うん、あの窯もさ、うん、もう4年前ぐらいできたんだけど、うん、断熱するのに、うん、ちょっと新しい断熱の作り方を、うん、途中まで作って、うん、あなるほどねって思ってそのまんまなのよまだ全然終わってない、断熱もされてない。言い方変えれば、うん、なんか中途半端でちゃんと最後までやりなさいよとか、うん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 、風呂もねいい加減に作りなさいよとか、うんうんうん、あどうしようもないってこう評価してもいいと思うぐらいなんだけど、うん、あの何か違うものをすごく大事にしてるんだなって、うんうんうん、これ自分にあの、うん、聞かせてる、うん、だから例えばここはもう自然と雨どいがないから、うん、ああやってジャージャー漏れてるけど、うんうん、あのうちの、ね、飲み水も生活水も全部雨水溜めてやってるんだけど、一つの角だけああやってジャージャー流れてる、うん、あそこなんとかしろよってかっこ悪いじゃん、ファームカルチャーの先生が、うんうんうん、あんな雨水ジャージャー流して、うんうん、で下こう養分とか、ね、土とかがそこだけ、はいはいはい、逃げちゃう、浸食しちゃうよ、うんうん、なんとかしろよ。でもあそこの答えがまだ見えてないのよ。素晴らしい答えがそこにあって、うん、問題をずっとこう見つめてる感じ、うんうんうん、いや問題をこうなくしちゃうと、うん、まあ、問題は消えるけどその問題をなんかピンと解決する可能性もな同時になくしちゃうわけじゃない、うんうん、だからそのね中途半端って思えるけど、ただちゃんとそこで自然に出てくる答えがないんだったらほっといてもっと観察してればいいじゃんっていう、うんうんうん、そういうあの現象がいろんなところに来ると見えると思うんだけど、うん、でもだからこそぴったりなものとかいいものができるわけなんだよね、多分その できなくていいのよ。いやだから結果できちゃうときもあるやばいものができちゃったりしてる。そうそうそう、だけど全部を作り込んで完成させよう、ゴールで達成して完成させようとなるとなんかこう、実はその場にそぐわないものだとか、うん、あんまりしっくりこないとか、うん、楽しくない、うん、用途は足りるけど、用はできて、その目的はできる、達成できると思う、トイレでもお風呂でも、うん、けど、全然気持ちよくない場所、うん、ね、うん、なんか時間の流れのちょっと違う見方だと思うんだけど、うん、例えば、あの今思い出すのが10年ぐらいずっと打つの、うん、友達がいて、ね、うん、年が若いとかだけど、うん、何もできてないって引きこもって、うん、そういう評価なわけじゃない、うんうんうん、でもずっと観察してんだよねって、うん、これからどうしようか答えが出ないから、うん、なんかひたすら見てるんだよね、うん、観察なんかこう自分がなんか動くまで、うん、でなんとなく言ったらそうらしかったの、うん、で彼もあそうなんだ俺何もしてないんじゃなくて観察してるんだっていう、うん、こう見方をするとできてないとかそういう評価じゃなくて、うん、ただこう見てる、うん、動かずやんなきゃいけないっていう、まあ、周りの人全員は何にもしてないやんなきゃいけないっていう、うん、そういうエネルギーで押してんだけど、うん、just I'm justBeing、うん、見てる、
あ、それあのすごく大切だなと思う。うん、うん、何もしないその可能性、うん、しないっていう可能性、うんうん、そういう意味でも俺生の子供との触れ合い方もそのしないあで、うん、ない何もないさ、うんうん、っていうのの可能性、うん、あこういうことだって、うん、なんか感じたんだと思う、うんうん、そうだ、うん、なんかついつい遊ばない、ね、それこそ遊ばなきゃいけないとかさ、何かしなきゃいけない、うん、作り上げなきゃいけない、うん、そうでまさに今センターなんかも一応ほらゴールみたいなのあって何とかしなきゃいけない、うん、これ目指したいこれやりたいって、うん、建物も建てなきゃいけないとかさ、でも多分そういうのばっかりに引っ張られすぎちゃうと、うん、すごいつまらない場所になる、うん、そう、うん、でそれこそその何だろう、ただいる、ただこう何かこう雨の日でもそうだ、でもああやって遊びで生まれたりとか、何かそういうのを待つとか、最高にいいものがで、そういうのができるときってすごいスピードでできる、うん、もうなんかものすごい集中してみんなスピードできちゃうけど、なんかそういうようなことを大事にして作ってきたらいいなと思う、やっぱ思う、ね、フィルの場所もやっぱりそうやってできてる、その場所釜を作るっていうのが目的で動くともったいないと思うんだよ、はいはい、何をするんでも、はい、でも本当にもったいないのが釜を完成する、うんうんうん、思っちゃうよね、思っちゃう思っちゃう、うん、思っちゃう、しかも2つもそうそうそう、それに時間を全部奪われちゃう、うんうんうん、そうだよね、その目的にあのエクスペリエンスが吸い取られちゃうっていう、うん、だプロセスが全然大事にされないってこと、うん、その実際そのやってる瞬間、うん、そのエクスペリエンスが、うん、そのためにやってるんじゃなくて、うん、終点のゴールのために時間を、うんうん、それを見て今を過ごしてるから、今が見えてないっていうかさ、うんうん、向こうのものしか見てないから、うんうん、でも面白いよね、そういうがっつりっていう気持ちで集まった人、だから2日より3日がいいと思うんだけどちょっとこうほぐす、今もう実は、ね、始まんない、そうだ、最初の1時間半作んない、うんうん、なんかちょっと意地悪だけど、うん、見ときでもそうだ、あのうん、これ今日明日はもう お互いを支え合うためにいるんだよ、うんうんうん、今日も明日も明後日も、うん、この先もで最後に1日終わった後とか2日終わった後に、なんか充実感というか、幸せな気持ちがあるのがゴールで、釜、うん、はできてもできなくてもどっちでもいいってぐらいじゃないと、みんながそこに向かえないよね、ハッピーに。できる人がガーって向かって、うん、そのペースについていけない人がだんだんこう、うん、ハッピーじゃなくなって、うん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 、そういうなんか強いものが進む、でペースついていけなかったら置いていくみたいな、うん、そういう体験にどんどんこう変わっていっちゃう、うん、でこうついていけないながら追っかけながら最後まで行って、でもちょっとなんか楽しまなきゃって感じでも心の中じゃいつも、はいはい、いつも僕ついていけないんだよねみたいな、うんうんうん、できないんだよねみたいな感じになっちゃうけど、うんうん、みんながこう一緒にハッピーに、うん、今日の5時半まで行くのが目的ですっていう、うんうん、でそこまで何ができるかは、うん、It doesn't matter っていうぐらいのね、釜作り、だそうだね、もともとだってこれ自体ほら釜作りがゴールというよりも、釜作りを通して少しずつみんなでコミュニティを作っていこうとか、うん、みんなの場所を作って楽しいよねっていうことが目的なわけじゃない、でもさ本当にどうしてもこう引っ張られちゃうよね、こうできる成果物の方に、うん、なんか面白いことが、うん、みんなでこうやって気持ちよく動くと、うん、できちゃう、そう時間内に、うんうん、それがもうマジックの世界だと思う、うまくいくときといかないときあるけど、うん、その辺が、うん、主催の段取りの見せ所で、うん、それをちゃんとみんな気持ちよく行って、うん、最後までできちゃうのを、うん、僕らが仕掛けられると、うん、
それを実感できるわけじゃん、そのマジックを、ただ楽しんだだけでこんなすごいいっぱいできちゃった、何これ、で、みたいな、すごいね、やっぱり話し合うってすごいね、分かり合うってすごいね、役割分担ってすごいねっていう、エクスペリエンスだ、支え合い、そういうのうまくいくと中でして、うわ来たって感じ落ちたみたいな、しかも美しい、天気悪かったのにみたいななんでそんなフィルがそんなことを考えるようになったの。結構デザインが好きかも。デザイン、デザイン、人のデザイン、コミュニティのデザイン、だんだん学びのデザイン、最初はね、普通物理的なデザインから入ったけど、でパンマカルチャー最初の頃は、あ、これ生物でデザインするんだっていう面白さ、で、その生物だとこの時間軸が、その繊維と一緒に物が変わっていくわけじゃん、成長していくわけじゃん、その4次元の中でいろんなものをデザインしていくっていうの面白だから入って、でも最近だとなんかもっとそれともう一個のなんか次元が入ってる気がする、リズムに乗ってる時に、みんなが、どうやってそのグルーヴに入るかっていうのがやっぱり無理しない、自分らしく、自分らしさほど効率のいいものがないとして、お互いそういろんな生物がいる中で、みんな自分らしくしていることによって、自然とこの仕組み的に関わり合いがすごく効率的になってくる、そのつながり意識っていうもの、だからこう僕らの脳ってさ、ものを孤立こう分けることによって理解するじゃん、ここがナバで、これがフィルで、ここのここから空気で、でも実際そうじゃないわけじゃん、全然、もう最近物理的にかなり証明されてる、もうこれ全部一緒なわけじゃん、だからどう孤立してるかっていうところにフォーカスしないで、どうつながってるかっていうところの意識からものをなんか理解しようとすると、どっちかっていうとこの孤立するロジックっていうのを静かにさせていくことによって、もう勝手にそのつながる感覚っていうのが、そこからなんか湧き出てくるような、森ってさ、本当にその俺と森っていう感覚が静かになって、その分かれてるんじゃなくて一緒だっていう感覚になると、もうやんなぎでしょなんかそうなっちゃう、この境界が感じないと、その感覚でなんかものをデザインするっていうか、大切なものをどうやってもっと大事にするのかっていうのを周りにお誘いする存在に なる、どうすれば幸せになりますよとか、気持ちよくなる、自分らしくなりますよってんでなくて、フィルはそういう、やっぱりあのそういうものを追跡してきてる人たちがいるわけじゃん、それの、彼らからの学びだよね。でもやっぱりね、子どもの頃からなんか思わない？俺このありのまんまでいいはずなんだって、子どもの頃からなんか自分にそれを言ってる思い出があるのね、こんな難しく考える必要がないとか、こんな頑張る必要がないとか、まんまでいいはずなのに、でもなんか成績を見るとそうじゃないじゃん、まあ一つの方向のね、判断だよね、なんだろうな、俺もうほとんど開き直ってたのかもしれないね、なんか子供っていうのは、まあ俺これでいいんだっていう感じで、それはすごい逆に開き直ってたんだよね、羨ましい、僕ずっとなんか
自己評価、ああ俺ダメだ、あ低かったの。でもどっちかって言って、うん、怒りで返す。あ本当、すっげえ悪かった。自分がこう不十分だっていういろんな側面があるわけ、それを賄うっていうかカバーうためにこうムキムキになったりとか喧嘩強くなったりとか、あの自分のこう価値をその場によって上げれるようなことをするわけじゃない。それがどっかで止まったんでしょ、それがないから。いやまだ続いてるよ。まだ続いてるの、うん、何がそう、例えばそれパーマカウちゃんなのか森なのか付き合い方なのか自分自身の見方なのか、何かきっかけが変わってきてる。修行じゃない。修行なんだ。だから人の前で話すほど恐怖ないのね。日本語で濃い内容の話を何十人の前でみんなが理解できるような順序を保ちながら、しかももう前もって喋りたいことじゃなくて今日はこの話をしなきゃいけない、じゃあここから始めて、毎回なんか不安さから始まるよね。ナオとかはもう1000人の前でとりあえずなんか話してって言ってもうおうって感じでしょ。うん、まあ緊張はするかもしれないけど、なんかまあでもそうだね、何でもよかったら何でも話すよっていうか、それ以上できないじゃない、うん、それには何か深い理由があるんだと思うよ。それが自然とできるっていうのは、できない人は本当子供の赤ん坊の時からかもしれないし、自分が生まれる前の出来事からかもしれないし、でもそれそのトラウマっていうかさ、それを、あの乗り越えるのが修行っていうか人生そういう中でほら、じゃ森とか自然みたいなことを考えると、そういうことをこうほぐすには、まああるいはデザインするとか土を触るとかさ、作るとかみんなで何かやるっていうのはすごくいい場所だとは思わない。なんかそういうなんかこう自分自身であるためには、自分自身であろうあろうって修行するよりは、なんか作業したいとか、森の中でとかみんなと一緒に楽しく一緒にいるっていうのは、僕はすごくそれはすごく大事なのかなと思ってて、でなんかコンセプトとしても森でみんながつながる、森で学ぶだけど森で自分自身につながるみたいな、それはみんなと一緒につながりながらつながる、自分につながる、場所になったら僕はいいなと僕は思っててやってるんだけど、フィルはどう思う、そういう自然の場所ってやっぱりそういうの知性的にロジカルに、なんかピンとくる部分もあるし、あんまり考えずにただ心地よいいっていう、なんかただいるだけで何かを貢献してるっていう感覚、それまあ言い方変えれば貢献、わざわざ貢献する必要がない、例えばここに座って僕呼吸してるだけで、もう周りの植物に貢献してる、二酸化炭素を出して、同じく自分の必要としている空気は彼らが貢献してくれてるから生かされてる、そのやり取りっていうかその関係性っていうものが自然の中だと目に見えるじゃない。で例えばパーマカルチャーシステムの中だと、もう自分のやること全てが周りに貢献してるような仕組みに、だから例えば野菜を取ることによって野菜のその育ってるところの管理っていうものを貢献してて、でそれ食べてうんちして、そのうんちがココストレ入って土になることによって土に貢献していて、自分が例えば使った手を洗うために使った水とか、うがいした水ペッて出したら、その排水が全部循環システムの中で他の植物の水になったり、その中のその水の質感が、水の中の養分が植物の肥料になったり、なんかやること全てがそのちゃんと循環してるシステムだと全部が全部貢献になってる、いる存在するだけで、食べてそしてあのそこにいるだけで
周りの生物たちに貢献してるっていうのが森じゃん、うん、森の中の植生物なんて誰にも貢献しようと思ってそうだねやってないわ、ね、自分が必要としてるものをただ追っかけてるだけで、うん、その相互作用が他の生物の貢献になってて、うんうんうん、超そのままだよね。だから自分のままでいるわけだよね、うん、みんな。だからみんながみんなそれをしっかりやれば、うん、自分らしき行動を取れば、もうピシッとそこにみんなのニーズが満たされるはず、うんうん、誰かのために誰かのためにってやりまくるよりも実はそっちの方が早いかもしれないね、うん、ただ、うん、好き勝手するんじゃなくて、うん、そういう仕組みのシステムの中にいるっていう、うん、その意識を持つ必要がある、うんうん、それがなければただ好き勝手になっちゃうね、うん、それが今の経済みたいになっちゃう、うん、ただ取って取って取って何も返さない、うんうん、でも自分が返すものがすぐ自分に戻ってくる。自分が体内に入れてこの、ね、6割7割水の、うん、自分っていう存在にな、うん、これからなろうとしている水に何か汚染をするなんて考えられないじゃん。これ自分の中に汚染物入れるのと同じことだから、うんうん、で自分が出したものを、ね、その飲み水の中に入れないでしょ、うん、ちゃんと土に入れることによってそれが野菜になってまた帰ってくるっていう、うん、そういう仕組みの中にいるから、うん、デザインするわけじゃない、そのシステムが、うん、でもそれデザインされたっていうシステムにあの外からね、そういうのひょこっと来て、うん、あのそこにいることによって心地いいっていう感覚になるかもしれないし、うん、あ、なるほど、こうぐるぐる回ってるだけじゃん、うん、じゃあ自分の行動っていうものをもっと意識的にやるのが大事なんだなって分かるし、ただ規模が違うだけで、うん、東京に行ったら同じ仕組みが東京にも存在してる。それにただ、うん、その意識で暮らしてないから、うん、その仕組みに沿ったような行動を取ってないわけ、うん、だけで自分自身しか変えられないわけじゃない、うん、だから自分自身の意識があれば、うん、自分は貢献することになる。まあだからシンプルなことなんだよね、本当はね、うん、それもやっぱりなんか野生動物に帰って考えてみたらよくわかることで、森に帰って、うん、さっきも僕ね、森に帰れば子育てもそうだし、うん、困ったら子育てしてる動物見たらよくわかるよねとか、なんか、うん、なんかすごいシンプルなことなんだよね。